青森県立美術館とは青森県の施設である。所在地は青森県青森塩和座安田和座ざの地内。山内丸山遺跡の隣に位置する。青森県文化観光部県立美術館開館準備局が計画を行ってきた。2005年9月には建築関係者向けの内覧会が行われ、300人の建築業界の人が全国から集まった。 2005年10月30日には、主導する青森県立美術館と題して、東京芸術大学助教授の熊倉淳子を、コーディネーターに、青木敦史、青森出身の奈良道、青森県知事、三村慎吾による、春行記念シンポジウムがあり、青森県立美術館は、抽選により選ばれた県民の見学者に、一般公開された。伊藤富夫が審査委員長を務めた、 国際建築設計協議コンペの結果、建築設計者として、建築家、青木敦氏が入選した。地下2階、地上2階で、遺跡の発掘現場のような土の大きな溝に、凹凸の白い構造体を被せるという設計で、三内丸山遺跡と一体化したデザインとなっている。この、上向きと下向きの凹凸の間にできる隙間を、土の展示室とし、それ以外は、 県外展示室や創作ヤードとすることで全体が美術館として利用できるように設計されている。美術館の中心にはアレコホールという空間が設けられ、マルクシャガールによって作られたプーシキンの詩、ラフマニノフの音楽、巨匠レオニードマシーンの振り付けによるバレエ、アレコの背景が3点を一度に傍観できる。このか常設展示室や企画展示室、シアター、 コミュニティギャラリー、キッズルーム、コミュニティホールなどがある。また、奈良道が青森県と八角堂の展示空間を手掛けている。美術館及びホームページで使用されているオリジナルフォントサインは菊池厚木によるもの。臨時会見、県立美術館開館準備局の新設及び県立美術館の運営体制についてアートワーズ、青森県立美術館。 新幹線開業対策事業平成22年度当初、予算の概要は青森市ホームページ青森、インターチェンジから約5分、青森中央インターチェンジから約10分。ありがとうございます。